さて YouTube 版アフターテラちゃん残業中始まりました本日のアフターテラちゃん経済アナリスト森永康平さんです森永さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますソフトバンクのユニフォームを着て、はいえー、今日はご登場なんですけどもね番組中は大変なことが3回も起きましたねそうですね、えー、いやなんか本編では言わなかったんですけど、はい、ちょうど先週の番組の中ではい。 うちの親父が使用期限切れのなんかワクチンを北朝鮮に送ってやる、はい、みたいな発言があったみたいなもしかしてその報復でこんな僕の登場日に3発を打ち込んできたんじゃないか説が。 ありますか。って考えると本当に国際問題に発展してしまうないやいやいや本当そうですよ。<laughs> はいあの重ねてお伝えすると政府はですね今朝ほど六時台にですね北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが三度発射されたと発表しています。いやだけどバイデン大統領がねこのまあ韓国先行ってで日本訪問を終えたばかりのタイミングだったですから。そうですね。えー、まあこの弾道ミサイル三発発射ってのはいろ そんな意味が込められてはいるんでしょうけど、まあ、間違いないことはやはりこの、まあ、言ってしまえば試験してるわけですからね、はい、実験してるわけですから、えー、この精度は上がってるんだろうなという,う恐ろしいですよね。そうでうね。でも結局、なん、はい、でしょうね長い目で見たら北朝鮮自体を優位な立場に持っていく作戦とは思えないんですけどね。はい まあでも、この精度を高めることによってこのミサイルをどこかに売ろうなんていうももあるかもしれませんさて、ネットではですね、撃つべきはミサイルではなく、ワクチンか感染防止策だろう <laughs> とかですね金正恩選手38歳11年目にして初めて1試合ホームラン3本の大暴れバイデン投手がマウンドを降りた途端金正恩選手まさかの3打席連続ホームラン村上も山川,山川もびっくりだなとかです、ねまあ、いろいろ突っ込まれていましたけどやっぱり野球に例える人多いですね。 まあツイッターのトレンドにです、ねはい、キム・ジョンン選手っていうのが入ってましたし選手になっちゃったんですか、えー、まあでもちょっと僕も本編では真面目なトーンで触れなかったですけども、はい、まあ今、村上ヤクルトの村上が、ね、13本、はい、で西武の山川が14本、はい、でニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジが今17本ですから<ー>そう考えるとやっぱキム・ジョンウン選手の,この量産体制はすごいですし。えーはい 2019年の25本というのが今のところ彼のキャリアハイなのでそうなんですかまあ優に今計算すると大体年間で57本ペースで来てますから、はい、そうですかうんこれちょっと、えー。 これ誰も嬉しくない <laughs> そ,うな <laughs> そうなんですけどね、これね、まだ相当打ってきてるんですよね、だからこのあとですね、えー、このイニングの裏で、岸田選手がですね、えー、まあおそらく遺憾んを打つと思うんで、ランダ戦がずっと予想されるなと。その遺憾聞くんですかね遺憾砲全部ファールですよ <laughs> 全部聞いてないですよね。<laughs> ファールです。全部ポールの外側に行っちゃってるんで、えー、そんな飛んでるんですけど一応いかん方はまあそうですね、えー、形だけ形だけ、えー、いやあのおはようテラちゃんの YouTube のチャットの方でもですね花火大会じゃないんだからですとか高校生でも三発は無理という。<laughs> その多少、ちょっと下ネタっぽいツッコミもありましたけどこれ本当勘弁してもららいいたいでですすよねねそそうです、ねえー、だからまあその平和ボケというか、はい、慣れちゃだめだみたいな本編でお話はしてたもののまあ結局こうギャグっぽく扱われちゃうぐらい<ー>もうなんか日常化してしまってるということがそ問題なんですけども、はい、やっぱそれぐらい北朝鮮が打ちまくっていると、うん、です結果的に日本人のこう危機意識も麻痺してやってる。 ええ、ここはね、そのネタとして見たら面白いですけど、はい、笑ってる場合じゃねえだろうって話ももちろんあるんですよね。ええ、いやこれ私もあの放送の中でちょっと言いづらかったんで言えなかったんですけども、これもし立て続けにこんなに1時間のうち3発も撃たれたら防空システム大丈夫？これダメなんじゃないのいって感じですよね。まあだから今はその昔と違ってですね、例えば昔だったら。 核兵器を使いますってた、はい、その一発撃ち込まれるわけなので、はい、まあそれを迎撃するみたいな話になるんですけど北朝鮮が何を持ってるかというのはちょっと私は分かんないですが、はい、最新のやつだと要は5発ぐらい 小型の核弾頭がこう、ねはい、宇宙圏からこうバーッと降り注いで5発ぐらい出てくるっていう話なんでとてつもないスピードで12、はい、発は迎撃できたとしても、えー、全てを正確に打ち落ととせないと思うんですよ、はい、そう考えると本当にすっごい危険なことを。うん そうですね、まあ、今は、ね、ロフテッド軌道みたいなこの実験してますけども、だってもうスピードとか方向も変わったり、高さも変えるっていうようなミサイルがありますもんね、はいえー、そうなったら、これ、どうするんだろうって、あまあアメリカのサードでしたっけ、はい、あれで迎撃どうっていう感じがしますけどね。<laughs> えー、さてまあ、北朝鮮のミサイル心配なところではありますけれども世界的な食料不足まあ、これも大変なことになっているようです、えー、まず身近なところではですね玉ねぎが急騰していると天候不順で食卓に欠かせない玉ねぎの価格高騰が続いています玉ねぎの平均小売価格、えー、去年の末から3月の中旬にかけて平均1.6倍程度で推移してきましたが4月下旬には2倍以上に高騰し しました農水省が24日に発表した食品価格動向調査によりますと16日から18日の玉ねぎの小売価格1キロ550円と平年と比べて2.21倍で卸売価格さらに深刻でして東京市場の卸売価格4月末には平年と比べて4倍以上に高騰したということなんですね。まあ、料理の主役にも脇役にもなる玉ねぎの高騰です。 これ家庭だけじゃなくて外食業界にもね外食産業にもダメージを与えそうですよねなんか私も今年行かないんですけど、はい、友達がねラーメン屋、はい 油そばななのか店に行ったら今まで無料の刻みの玉ねぎが置いてあったのがなくなったって言っててああそうですか多分これが影響してんだろうなと思って聞いてたんですけど八王子ラーメンなんてだって刻み玉ねぎがメインではないですけどもあれが特徴ですから大変なことですよねだし僕も今カレーを家で自炊で作るんですよ最近カロリー半分オフになってるカレーがあってそれ使ってるんですけど やっぱ玉ねぎ高いんで入れなくなって<ー>代わりになんか冷凍のブロッコリーとか入れてますねそれはいつものことなんじゃないですかそうですね冷凍ブロッコリーはまあだからやっぱダイエットすると家計防衛になる、はい、なる。いう ですね、家計防衛隊ですね、はい、隊長ともいえるね森永さんですけどさらにあの深刻なのが穀物の高騰です国連はですね、先週水曜日ロシアによるウクライナ侵攻のため今後何ヶ月かのうちに世界的な食糧不足が発生する恐れがあると警告しましたグテーレス事務総長は戦争で物価が上昇し貧しい国の食糧難を悪化させたと述べていますで、ロシアによるウクライナ ウの軍事侵攻の長期化で世界の小麦輸出量のおよそ3割を占めるこの2つの国両国ロシアとウクライナ輸出が停滞しています世界的な穀物不足と食料価格の高騰が進んでいるといいます WFP 世界食糧計画は栄養失調状態にある8億1100万人に危機が迫っていると強い懸念を示していますで、このロシアウクライナからの小麦輸入への依存度が高かった 中東アフリカ諸国への打撃、まあ、これはかなりの大きさなようでして、まあ、いよいよこの食糧危機というのは森永さん現実味を帯びてきたってことなんですね。あ、そうですね。やっぱりこのもともと小麦に関しては中東アフリカがロシア、ウクライナの,あの輸入してた先ですから、ね、まあやっぱりそこのね経路が止まってしまうと、はい、まあ厳しくなるよねと。ただこれって、うん 日本も本当に他人事じゃなくて例えば台湾で有事があった時にもろもろ多分あの周辺の,あの経路って封鎖されると思うんですよね。はい 日本も試算として確かあったと思うんですね、何百万とか何千万人が餓死する可能性があるで、それやっぱり食料自給率、日本、めちゃくちゃ低いですから、カロリーベース見たときに、これやっぱ一言じゃない、アフリカだからっていう話じゃなくて、日本も十分起こりうるんで、そういう意味では日本でも食料の自給率高めていく、それこそお米なんていうのは政策的にわざと減誕したりしてたわけですから、そこの見直ししていくべきですよね。 えーまあ、あの放送の中でもお伝えしましたけれども今、日本の小麦なんかはアメリカ中心とした輸入してますが、はい、でも、えー、アフリカだなんだか足りなくなってくるってことはそのアメリカだカナダあたりの小麦の価格は間違いなく上昇するわけです,、ね、まあですし実際、今もうすでに日本の経路に手が入っちゃってるっていう報道出てますからそういう意味でいうとやっぱ他人事ではない,、ね、ないアフリカだからそうだみたいな話ではないんですよね。ない まあ今回のこのウクライナ侵略によってですね受けていいるととうことです、うん、でまさかこのある地域の戦争が食糧危機っていうのもねちょっとそのま,まず第一前提として2月24日いやーロシアは侵略すまないだろうなんて言われてたのところから、うん、もうなんかこう歯車がおかしくなってきてますものね。 まあでもこれが結局グローバル化したことのもたらしたリスク面<ー>負の側面なわけですよね。えーはい、どっかに何かが起こると、うん、まあそれが回り回って伝播してしまう、はい、これがグローバル化のデメリットの部分なわけですよだからやっぱ今まではグローバル化こそが全てだということで推進してきたわけで、うん、イコールそれはグローバル化によるデメリットというものを無意識のうちに、はいうん まあこうテイクし続けてしまった、はい、そこはやっぱり見直していかなきゃいけないということだと思うんですよね。えーはい、野球もある意味、例えば一つ歯車狂ると、ガタガタっていくときありますよね。ありますよ、ね、送りバントの失敗とかも最たるもんで、わ <laughs> が,が球団、よくやってますけど、えそうですかえ送りバントから何かおかしくなっていくっていう。もうあるし、えー、やっぱり先頭バッターをフォアボールで出すってうのはもう最悪なんですよね。えー、まだヒットで出た方がいいはー でもそのね、えー、何かが起きるとそこから悪くなるとよくあると思いますね。えー、はい。ええー、まあ玉ねぎから世界的食糧不足、アフリカなどが大変になっているというね、うん、こういうお話をお伝えしました。はい。以上 YouTube 版アフターテラちゃんお届けいたしました。森永さんありがとうございました。ありがとうございました。